小さくても一つ一つ積み上げていくということはやっぱり大切ではないかなというふうに思います。大切な人を思って、皆さんのご寄付、また、音楽を楽しんでいただいたり、ライブを楽しんでいただいたりということがこれからもずっと続くこと、心から願っています。今日はありがとうございます。ありがとうございます。この後の話になるかと思うんですけれども、この路市では夏のお祭り、今年は開催できますか？今年は、4年ぶりになりますかね。みこしと土管所、両方やりますので、ぜひ大勢の市民の皆さん、また市外の皆さん集まっていただきたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは、長野インターネットスタッフと申します。今日は小室駅前ということで、桜咲くライブ、何回目かの開催ということで、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。小室市長の小泉です。今日はですね、晴天の下、桜ライブということで、本当に大勢の皆さんに、出演をしていただいて、また多くの皆さんが、これを、聞きに来ていただく、本当に素晴らしい、会になりました。毎年ですね、この震災から、11年経つんですけど、この震災を忘れない大切な人を常に思って、みんなで支援をしていこうという小さな思いを積み重ねて、この会を実行委員の皆さんに毎年企画をしていただいています。年々ですね、これがだんだん広がって、本当に多くの皆さんの参加をいただいているということは大変ありがたいことだというふうに思っています。むしろ大きく広がっていくということなんでしょうかね。そうですね、本当に支援の輪がですね、だんだん広がってきて、また実行委員の皆さんの熱意というのも多くの市民の皆さんに伝わってきているかなというふうに思います。市長としても今後、駅前広場ということで、期待していると思うんですけども、どんな夢というか希望があるんでしょうか。そうですね、小室市民はもとよりですね、この近隣の皆さん、また全国の皆さんがここへ来て、多くの演者さんたちの歌や踊り、また舞台など楽しんでいただく、そんな会になればいいなと思います。ぜひ夢を叶えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日はお疲れ様でした。ありがとうございます。長野インターネットスタッフと申します。こんにちは。今長野県は小室市に来ておりますけども、はい、今素晴らしい、歌声をお聞きしました。ありがとうございます。ご紹介お願いします。はい、私那須郁子と申します。出身は宮城県ですね。はい、この復興ライブに来させていただいたことに対してとっても感謝しております。なぜかというと3.11 の津波で家ごとおじおばがお船頭で持っていかれてしまいまして、はい、未だ行方不明欄に載っております。でも夫婦で行ったので、その点は良かったかなと。それでなんとか諦めがつけられるようになったっていうことですね。はい、でこの歌をずっと歌いつないでくることによって、逆に海で大事な人が眠ってる、
うん、眠ってるからこそこの歌をずっと歌いつないでいこうかなという気持ちで頑張れるような気がします。プロデビューして何年目になるんですか？プロデビューしてもう11年ですね。ちょうど、はい。そしてその曲はどんな歌なんでしょうか？はい、 3.1、 まさに 3.11 の津波の歌でございます。なるほど。はい、あの2番のフレーズに、あの津波にね、家族やら持っていかれ、夢も希望もみんな持っていかれてしまったと。だけどそれでも頑張って、残された以上は頑張ってこれから生きていこう、うん、なんとか頑張って生きていきたい、それの思いで歌ってます。まあ、残された人の辛さっていうのはありますよね。ありますね。まあ、実際地震があって、はい、何年かはこう無の時代っていうのはあったんでしょうかね。ありました。3年ほどどうしても歌えなくて、2番のフレーズになって、あの日津波がっていう、その津波という文字が出てきただけで、あの時のことが走馬灯のように目の前に出てきてしまって、みんないろんな人の顔が浮かんできて、どうしても声が詰まって歌えない時期が3年ほどありました。はい、今はね、逆に歌うことによって海で眠ってるみんなが喜んでくれてるかなと思います。はい、もう体はこの地には帰ってこれないけど、でも安らかに眠ってほしい、そういう思いです。復興がどこまでと思いで行ったんですけど、全く進んでない、それが状況です。今どちらにお住まいなんですか？今は茨城県。はい、茨城県の筑波山の近くに住んでおります。なかなか故郷へは、そうですね、足を運べない状態なんでしょうか？はい、そうですね。でも機会があればまた東北に行って、大々的にこの歌を皆さんの前で歌っていきたい、そういうふうに思っております。今後、まあ、歌手のプロとして、はい、あるいはあの一人の被災者として、はい、どんなふうにこう進んでいこうと思ってるんでしょうか？そうですね、やっぱりあのこの絆坂は絆坂なんですけども、やっぱりそんな演歌を歌ってますので、いろんな歌をつないで、今あの高齢者の方にも歌を歌って聞かせてるんですね。はい、それとやっぱり認知症の方でも歌を歌うことによって戻れなかった過去に戻ることができる、そういうふうなことを現実に今目の当たりに見てますので、これからもそういう活動もやっていきたいというふうに思ってます。ぜひ夢に向かって、はい、頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。いろんなこと、もう失敗も成功もなく、この日ここで起きたこと、もう二度と起こらないことね、これを噛みしめるのがライブだと思ってます。ね、もし明日何が起きても、この瞬間を噛みしめられればきっとね、いい人生、それを積み上げていけばいい人生になるんじゃないかと思って、これ11回もね続いたのは、そういう意味もあるかと思います。本当に皆様のお力添えとね、ご支援の賜物だと思います。このお金をね、被災地に送って、ぜひ、復興の力に変えていきたいと思いますので、また引き続きよろしくお願いします。はい、こんにちは、長野インターネット補足と申します。こんにちは。こんにちは。はい。
自己紹介お願いします。はい、桜桜ライブ実行委員長小木隆と申します。小木隆さん、はい、第11回、はい、終わりましたね。終わりましたね。ライブおかげさまで大盛況のうちに終わりました。まあ、はい、実行委員長ということで、はい、大変苦労されたと思うんですけども、はい、どんな感じだったんですか。まあ別に僕一人というか全員でね負担分配してるとかね、はい、あのみんなそれぞれあのやりたいからやってるっていう感じなんで、うん、あのみんなでね本当にいろんな役割を分担してやってるんで、あの本当に気持ちいいあのイベントになりましたね。まあ、はい、例年通り、うん、まあ大変なこう参加者、はい、今日も似合ってましたよね。あ、そうですね。おかげさまでありがとうございます。まあ、定着してきた、うん、ということなんでしょうか。そうですね、11回やるとさすがに、ね、知っていただいている方でね、また来年も来たいという方も多いいらっしゃるんで、まあ、この基本的なその中にはその、うん、復興というその、あ、そうです、復興応援、震災復興応援ですね、はい、というのがあったと思うんですけど、はいはい、まあ、その辺がこう皆さんにこう定着したってことなんでしょうか。うん、そうですね、定着というか、まあ、やっぱり復興はやっぱりこうなんですかね、もうだんだん、ね、風化していくんで、それをやっぱり続けることでやっぱりまだ被災地はあの復興半ばということを、ね、伝えていきたいというそういう思いですね。あ、何人かあの、うん、現場の方からこちらの方まで来て福島とかね、あ、そうですね、関係者が皆さん来てましたよね。そうですね、気仙沼から福島の方もいらっしゃいますし、うん、宮城の方もいらっしゃいますね。まあ、そういった人の声を聞くとやっぱり、はい、あ、まだまだ終わってないんだなっていう印象があったんですけど。そうですね、やっぱり福島は特に原発がありますからね、まだまだ、これからの原発の大槌町というところ、あ、大熊町というところに、うん、あの今年の義援金持っていくんですけれども、その団体の大熊ふるさと塾さんというところはまだね、まあ、避難困難区域もありますしね、まだまだ長い道のりがかかるかなというところなんでね、応援していきたいと思ってます。桜咲くライブといえばもう、はい、あの忘れてならない人がいたと思うんですけども、はい、今年はちょっと、まあ、参加できなかったって思われましたよね。はい、これあのこのインディアンのこれをかぶっていた小玉さんという去年までの実行委員長が、ね、そういえば亡くなって、ね、その思いも今回はみんな胸に、実施しましたね。はい、今後の目標は何でしょうか。目標はですね、まあまあ、継続は力なりじゃないですけどね、うん、これだけいい仲間が揃ってるんで、この縁を大事にね、継続していければ、無理ない形で継続していければと思ってますね。まあ、ぜひ、夢に向かって、うん、あ、はい、頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。ぜひ継続してください。あ、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、失礼します。桜咲く。